ジェットブルパークから車で25分ぐらい走って、このパンダエクスプレスに行きました。アメリカンチャイニーズフード。めちゃくちゃ、俺ここ好きなので、ちょっと、アメリカ飯をちょっと早速行こうかなと思います。で、ちょっと紹介遅れたけど、結局これになりました、車。いろいろなんか問題があって。トヨタのカローラだね。はい。意外と燃費が良くなかったです。そんなわけでパンダじゃあ中行ってきます。パンダエクスプレス焼きそばとチャーハンハーフ&ハーフに、俺そのいつもこの真ん中のプレートってやつで、俺はいつもね大体この北京ビーフとオレンジチキン、もしくはその時にいいやつがあればなんだけど、あのグリルと照り焼きチキンもうまそうだね。ブロッコリー、あ、ブロッコリービーフ懐かしいな、よく食べてたな。ブロッコリービーフと北京、ブロッコリービーフと北京ビーフかな、その2個かな。ちょっと俺の昔食べてた定番メニュー、この2つはね外さないです。皆さんにおすすめ、どれが俺のだって全然覚えてない。このオレンジチキンもみんな好きだよね。アメリカにはオレンジチキンみんな結構頼むかな。注文が殺到しました。It's mine. Beijing beef and broccoli beef. この北京ビーフ、ブロッコリービーフは結構おすすめですね。ああやってカスタムして注文するとああやって入れてくれるんで、結構日本人観光客にはマジでおすすめ。でね、結構うまいです。あとは適当にあそこにある飲み物買って、店内にいれば飲み物飲み放題なんで、それで飲んで。ちょっとゆっくりしようかなと思います。出来上がりこんな感じで、店内にいる限りソーダは飲み放題で、なんかフォーチュンクッキーがなんかまた懐かしいなって、これね買うとついてくるんだよ、パンデックスです。こんな感じでハワイとかにもあるんで、皆さんぜひ利用してください。